負けを確信する瞬間3選ハンターマッチ編第3位、唯一使えるハンターがバンされた時。そんなに環境キャラというわけでもないからバンされることはないだろうと高をくくっているハンターを嘲笑うかのようにバンされていく持ちキャラたち。おそらくサバイバーは大したことは考えておらず、適当に押したらそうなっただけです。さあ、認知12の血の女王の出番のようですね。第2位、自分の使っているハンターのメタ編成が来た時。現環境ではあまり見かけないが、相性が悪いサバイバーっていますよね。普通に傭兵とか使ってくれた方が楽まであるのに。もしかして使うキャラバレてます？第1位、マッチに気づかず陰性値が引かれた時。なかなかマッチしないことにしびれを切らして Twitter を見たり YouTube を見ていたら陰性値が引かれていたという経験は誰しもあると思います。正直陰性値はどうでもいいけど、このペナルティの1分間というのはかなり皮肉に感じてしまいますね。こちとらその数倍待ってたんやぞ。皆さんが負けを確信する瞬間をコメント欄で教えてください。長トロチャンネル。